こんにちは。今日はこれからの作品作り用に毛糸をまとめて購入したので開封したいと思います。今毛糸のピエロさんで店内ほぼ全品半額っていう大決算セールをやっているので、春休み中にたくさん購入して休みが明けてから開封しようと思って楽しみに取っておきました。今回購入したのはすべてコットンニートで、全部で29玉買って税込み5481円でした。今回全部で3袋あるので、まずはこれから見ていきます。まずこれが6玉と一番たくさん買った色なんですけど、すごく鮮やかな赤色が色番610番。結構これだけ真っ赤な色っていうのは差し色として使うことがほとんどなんですけど、全体がこの色の作品を編みたいと思って購入しました。赤って結構いろいろ使えるので、余っても編みぐるみ用に使ったりとか、作品の差し色にちょっと使うのにすごく便利なので多めに購入しました。そして同じ袋に入っていたこの色、これが色番が623番。これ一応グレーって書いてあるんですけど、グレーにちょっとブラウンが入ったような、そんな色合いに見えます。結構こういう大人っぽい色を可愛く作品にするっていうのが苦手なので、ちょっと挑戦してみようかなと思って購入してみました。次はこれを開けていきます。この色は2度目の購入なんですけど、色番が617番。近くで見るとこんな色合いで、すごく美味しそうな、私の中のイメージ的にはほうじ茶ラテみたいな、そんな色味をしています。これ1色でも可愛いですけど、後から出てくる601番のきなりっぽいカラーと合わせても可愛いかなと思います。ちなみに今自分用のバックインバッグを編んでいるんですけど、シェル編みで編んでいて、で最後はこういう白とゴールドのファスナーをつけようかなと思っています。次がこのカラー、これが色番613番。そうですね、イエローというよりかはイエローに少しアイボリーを混ぜたような、そんな色味をしています。使うのがすごく私にとって難しいんですけど、工夫すればすごくおしゃれな作品ができる気がします。そしてこれは5玉買ったんですけど、色番が605番のブルー。これは2回目か3回目の購入なので、色を分かっていて気に入って購入しました。最後の袋も開けていきます。これも2度目か3度目の購入で、ベビーブルーですね、色番が603番。これは夏に向けての作品作り用に買いました。さっきのブルーと合わせても間違いないかなと思います。そして一玉だけ買ったこの糸が色番607番のネイビー。ネイビーって意外といろんな色に合うので、すごく使えるかなと思って、余り糸とこの一玉を組み合わせて何か試作したいなと思って買いました。さっきのね、ベビーブルーとかブルーと合わせても確実ですし、ホワイトやきなりとも合うと思いますし、こうやって赤と合わせても結構くっきりとして可愛いかなと思います。ここに白を入れてトリコロールカラーにしてもおしゃれですよね。そしてこれは多分初めて買った気がするんですけど、色番が609番のグレープ。これもちょっとくすんだ感じがすごい大人っぽくて可愛いなと思って購入してみました。なんか全体的にくすんだ感じが多いのかなっていう印象です。さっきのネイビーとも合いますね。そしてこれが万能カラーの色番601番。結構昔は色と組み合わせる時に真っ白な色を選ぶことが多かったんですけど、最近はこういうちょっとこうクリーム色がかったきなり色を選ぶことが多いです。一番難しいかなと思っている、最初から2番目に紹介したこの623番のグレーですね。こうすれば合いますし、
さっきねネイビーとグレープが合うって言ったんですけど、その中に601番のこのカラーを挟んでも可愛いですし、こうやって赤白のボーダーにしても、まあ、王道なんですけど可愛い作品ができそうですし、逆に全部この色で編んで、前回の動画でこれを少し紹介したんですけど、こういったボタンとか、なんだろう、リボンとかお花モチーフとかアクセントを強調するような作品に使うのもいいですよね。あとね、いつものサンプルがこんな風に入っていたのと、ニットアンジェの2019年春夏コレクションも入っていました。こんな感じでコットンニートを紹介したんですけど、今年メインで使う糸はざっくりと決まっていて、コットンニートとコットンニート S、リトルファンで、浜中さんのエコアンダリア、だるまさんのクラフトクラブ、あとピエロさんのアミアンとアミーチェ、この辺を使っていろいろと試作をしようかなという予定にしています。結構ね、動画では出してないんですけど、コメント欄で教えていただいた系統を購入して試したりもしているので、またお気に入りの糸とか、最近こんな面白い糸出たよっていうのがありましたらコメント欄で教えてください。あとね、近々猫編みさんがアトリエに遊びに来てくださる予定になっているので、ちょっとね雑談なんかも撮影できたらなと思っていて、そこでこんな話が聞きたいなとか、こういうことをしてほしいっていうリクエストがありましたら、この動画のコメント欄に残していただけると助かります。また次回からは作品の動画だったりとか、撮影編集に関することも動画にしたいっていう風に年明けに言っていたんですけど、そういった動画も上げていきたいので、よかったらまた遊びに来てください。今日は以上です。ありがとうございました。